この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は春の風物詩、今年で37回目の開催を迎える高崎映画祭を紹介します。高崎映画祭事務局の山田さんにお話を伺いました。高崎映画祭は地方ではなかなか見ることができない映画を上映したいという思いから、1987年に市民ボランティアによる市民活動として高崎映画祭が発足しました。2008年には前事務局長だった茂木が亡くなってしまったのですが、その思いを引き継いで今も映画祭を続けています。高崎映画祭の特徴は、映画祭では賞を贈るのですが、審査員などを設けずに映画祭の中で決めていまして、これをディレクター主義というのですが、特徴となっています。でまた、映画と観客、作り手と観客といった出会いの場を大切にしています。高崎映画祭は昨年国内外で上映された映画の中からよりすぐりの作品を上映いたします。受賞作というものがあるんですけれど、こちらの賞は塩プロデューサーをはじめとする選定委員によって選ばれました。こちらは高崎映画祭期間中に上映されるほか、授賞式も行われます。またゲストをお招きしての舞台挨拶、その他にも映画界の未来を担う新進監督たちの映画上映などを行います。3月20日水曜日に高崎映画祭のプレ企画、映画と浪曲中時再びというイベントを行います。こちらが日本の伝統芸能である浪曲と35ミリフィルムの映画、国定中時を題材とした映画を一緒に楽しむことができるイベントとなっていますので、ぜひ皆さんお越しください。高崎映画祭の最高賞ともいえる最優秀作品賞では、世界のお菊の坂本淳二監督、スタッフ、キャスト、一同の皆様が受賞されました。また最優秀新進俳優賞は堀家和樹さんが受賞されているのですが、こちら出演されている作品は世界は僕らに気づかないという群馬県前橋市出身の飯塚佳祥監督が群馬県内で撮影された作品でして、オープニング上映にも選ばれています。最優秀主演俳優賞には茶飲み友達の岡本玲さんが、最優秀助演俳優賞にはほかげの森山未来さんが賞を受賞されています。受賞された11名の皆様が来祭していただくことが決まりました。チケットピアにてチケットを販売するのでご購入していただければと思います。素晴らしい監督や俳優たちが集まる授賞式にぜひお越しください。3月23日から始まる第37回高崎映画祭、詳しい内容はご覧の高崎映画祭事務局までお問い合わせください。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。